本日は岡山市中区にある 1LDK の物件をご紹介いたします。駐車場ですが、こちらの一番の区画になります。敷地内には駐輪場とゴミステーションがあります。では早速お部屋へ行ってみましょう。玄関がこちらになります。入ってすぐ横には姿見の鏡がついています。こちらにはシューズボックスがついております。収納もたっぷりです。上にももう一段ついております。玄関を入って正面はお手洗いとなっております。温水暖房便座のオシレット付きとなっています。トイレットペーパーの上には手すりもついています。そして上には収納もございます。そしてこちらがリビングになります。照明も2つついております。こちらがバルコニーになります。壁も結構高いので洗濯物を干しても安全かと思います。こちらがキッチンになります。奥行きはこんな感じです。 IH 3口コンロのシステムキッチンとなっています。グリルはこんな感じになっています。キッチンの収納もたっぷりですね。そしてこちらが脱衣所となります。三面鏡の、独立洗面台となっています。鏡の裏には収納もついています。こんな感じとなっております。水回りはこのようになっています。下には収納もついています。そしてこちらが洗濯機置き場になります。洗濯機置き場の上には収納も2段ついています。続いてこちらがバスルームとなります。追い焚き機能付きの、鏡もついていますね。浴室乾燥もついています。そしてこちらが洋室となります。洋室には室内物干し竿がついています。
このように使っていただけたらと思います。洋室の収納はこのようになっています。とても奥行きがあって便利だと思います。こちらにブレーカーがついています。以上でこちらの物件のご紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。